まずは片足だけ高く上げていいの。今は自分に続いて。はい、頭と体を一致させましょう。さっきよりもなるべくスピードをつけていきましょう。はい、どうも。ここは自由に OK です。自由なんですよ。なるべく距離は長くなるように、長く長く打っていきましょう。最初はゆっくりでもいいです。とにかく大きく大きく動かしていきましょう。はい、では今日のテーマ、ボディーブローです。ボディーも外だったり中だったりいろいろ分けましょう。練習した技術を活かしましょう。最後はここで実践の流れでやっていきます。出すのは指定します。今日はありがとうございました。ありがとうございました。